皆さんこんにちは時計専門誌クロノス日本版編集長の広田正幸です今日はですね新しくオープンしたグランドセイコースタジオ雫石を一緒に見ていきたいと思いますようこそグランドセイコースタジオ雫石へ林でございますクロス日本版広田です今日はよろしくお願いしますお願いします 今日はですね、グランドセイコースタジオ雫石について、お話をお聞かせいただきます。はい。じゃあ、まずこちら、エントランスホールになります。はい、グランドセイコースタジオ雫石自身はですね、隈研吾さんの設計のこと。はい、まあ、グランドセイコーの、誕生60周年を記念して、設立されたものです。 あちら側の正面にある壁になりますけれどもあ,、はい、あ,れあちらが、まあ、大和張という日本古来の建築技法を使われているということで、まあ、板と板をこう重ね合わせる形でリズム感を持たせているというところと当然ながらその柱が等間隔に並んでいますからここで自然と共生するというリズム感、まあ、この緑の自然と共生するといったリズム感だったり まあ時計のスタジオですので、えー、時を刻むとい,というリズム感を表現されているということです、うん、早速あちらの重機の方を使って、はい、あの左手の奥の方へお進みください、はい、じゃあこちらへどうぞはい。まずあのこちらですけども<ー> the nature of time ということで、はい、ご存知のようにまあグランドセイコーのグランドフィロソフィーということになっています、うんうん この豊かな自然のイメージを彷彿させるっていうことと、まあ、その中でも特に日本人の感性を表現するといった意味合いが込められているということですね。でもう一つは、えー、ネイチャーのの意意味味ととして物の本質という意味があります当然グランド成功は精度や使いやすさ、えー、含めてですねそこの、えー、追求をするということで、えー、こういった「ザ・ネイチャー・オブ・タイム」という。 うん、ブランドフィロソティーでブランドストイコへの思いを込めているということになります。今年の8月にに限定で発売いたたししまましなります、うん、こちらはあのセイコーが久しぶりに、えー、大型開発をしてです、ね、独自の打診機能だったり、まあ、ツインバレルを使ってです、ねうん、ハイビートでありながら80時間の持続をするといったものです。 これででもす、ね、すごいですよねその設計ができるのはもちろんなんですけれどもこれだけ精密な部品が作れて、はいはい、かつ調整してとていうところで、はい、まあこれだけ高精度なパフォーマンスの高いムーブメントって結局メーカーとしての総合力がなきゃできないじゃないですか、はい、ありがとうございます本当のマニファクチュールですよね、はい、一つ一つの部品から作れるという点で、まあ、その技術力の結晶みたいなムーブメントがまさに QS 英語ということですよね。ありがとうございます 一つ一つの製造工程がありますがそれを支えているのが人になります、うんうん、実はマイスターと呼ばれる人材と、うん、スペシャリストと呼ばれる人材がいます、うん、それぞれですねあの、ま、社内ナンバーワンですとか、うん、そこから遡って業界ナンバーワン、うん、それから世界に通用するレベルということで、うんま、上から金銀銅という格を与えています、うん、一つ質問なんですけども、はい まあこういったまあ人材育成制度ってまあいろんなメーカーもやってるじゃないですか、はい、で当然その時計組み立てる時計師さんがまあマイスターになったりするってのはよくわかるんですけど、はい、これ見たらじゃプレス金型仕上げ修理とか、はい、金属熱処理とか、はい、まあそういった人もマイスターになっていると、はいはい、時計業界だとかなり珍しいと思うんですけれどもただあの我々マニファクチュールとしてその部品製造だったり、うん その部品を作るための工具だったり型だったりっていうのが当然ながら社内に職場がありますのでやはりそういった現場現場一人一人のプロフェッショナル的なところを認めるといったところで専門職をきちっと認定してあげるといった制度ですので、えーまあ、それによって従業員の人たちの励みにもつながっているというふうに考えております。 なんか時計業界の中ですごく珍しいシステム、もちろん時計師さんはま例えばマイスターみたいなものは他社でもやってるけれども、はい、まあこのシステム全体ってこれいつ頃からこれ始まったものなんですか。えっともうかなり長い間運用してまして、ええ2004年前後からはこの制度で運用しております。で実はもうすでにこの中にもですね、うん、師匠と弟子の関係がいたりして、えー、きちっとまああの その年代差は20年ぐらいですけれども、うんえー、そういうところでじあの技術、技能の伝承ということが成り立っているということです、ね、じゃあ、マイスターが次のマイスターをそろってそのマイスターがまた新しいマイスターをそろっていくというでって形で、はいはい、技能伝承が、はい、もう時計の組み立てだけじゃなくて金型の修理とか、はい、金属の焼きれとか、はい、そういうところでも進んでいく、はいくということですね、はいまあ、この資格を得たときに必ず後継者を、えー、認定してです、ね、それをきちんと育てるということも義務づけていますので。 そういったことになりますで、まあ,あの自社一貫製造を意味するマニファクチュール、まあ、いろんな条件がありますけれども、はいまあ、個人的にはその鋼その鉄の部品に焼き入れ、はい、焼き戻しをするプロセスがちゃんと社内にあるかどうかだと思うんですよね、はいはい、でこの盛岡製工工業にはまさにこういう形で熱処理のプロセスがちょっとありますねこちらが、まあ、それで材料のその組成の状態を、まあ、顕微鏡で撮った写真ですけども。 実際に、あの、どれぐらいその効果があるかっていうことをちょっと、えー、体験していただきたいと思います。一つはですね、これが原材料のままですので、えー、これを、えー、持っていただいて、手で少しやっていただきます。はい。はい。まあ柔らかいですよね。曲がりますね。はい、はい。はい。じゃあこちらにお戻しいただいて、弊社の中で焼き入れしているというのが、実はこれ800度。 近い温度をかけて、熱処理を施しています。はい。あ、硬いけどもろいです、はい、そうですね。あの、焼き入れすることによって、実は金属の素性変化を起こして、硬くなるんですけれども、今、ポキッと入たように、もろさが残るということで、うん、続いて200度ぐらいにですね、今度、焼き戻しという処理を行います。つまり、800度まで上げて200度まで落としはい。 硬いけど、はい、そうすることによって硬いけど少ししなりが出てくるということでこれによってあの時計の歯車だったり、えーまあ、あのそれの芯だったりネジだったりというものが持続性を持ってです、ね、あ長いこと使えるといったような部品に生まれ変わります。つまりグランドセイコーの、まあ、機械部品の多、はい、くはこういった熱処理をちゃんと施して、はい、硬くして柔らかく、はい、粘りを持たせてる。はいはい 部品製度のご説明は以上になります。では、こちらへどうぞ。ここからがですね、えー、と実際に今できた部品を組み立てする作業になります。こちらが、あの、組み立て工房になります。うん、こちらはですね、あの、実は、時計の組み立て順に、こう、列を並べるように。 配置して、奥に行くに従ってですね、えー、まあ、時計組み立ての順番が分かるような作りになっております。うん、で、以前ですね、はいまあ、雫石の高級時計工房ってありましたけれども、はい、あれと並びが違うっていうのは、はい、工程順に見せていくっていうためにこう変えた、はい、そうですね。はい。今回はですね、その工程ごとに、まあ、横並びで平型の机にリニューアルをしてですね、配置が工程ごとにこうちゃんと物の横渡しができるように、うん、うん なって動線上もやや効率化をしたとということになりますつまりこの島から次の島、はい、そして次の島に行く従っていく最初のこの工程はですね、うん、準備工程ということで、うん、先ほどご覧いただいた部品一つを一つの時計になるためにセットをする<あ>次こちらの方の列になりますがこちらがですね実際に。 えー、時計をまずザラ組みという、えー、一旦まず組み上げてしまうという工程です、うん、林さんここがグランド成功の肝であるヒゲゼンマイの調整部もはいまあここであの、まあ、彼は伊藤で先ほどご説明した、えー、あのゴールドマイスターになりますけれども、はいえー、彼がですねこのヒゲゼンマイの触れ取りという作業を行っております ま、実際、フレトリ作業っていうのは、あの、横方向と縦方向のバランスをきちっと取るということで、うん、ま、天具と呼ばれる部品がですね、きちっとこう水平に、うん、かつ、この髭全枚がですね、水,水平に、あの、網をこう打つように。広がるよ感じで、ね、水にですね。はい。網を広げるような形までこう調整していくと。 まあいろんな時計メーカーを見,見てきましたけれどもこういう工程をですね、はい、見せちゃうっていうところはちょっと珍しいですよねこうやって組み立て工程があってここで完成したものが調整されて、はいはい、ここがまさにそうですねはいまあここで今あのグランドセイゴの検定ということをやってるんですけどもえ実際時計自身はあの重力の影響を受けますので。うん 人が身につけている時の姿勢、姿勢によってですね、はいえー、精度に大きく影響します。ということで、あのグランド成功の場合は独自のグランド成功規格というものを持ってまして、えー、まあ、6姿勢ですね。はい、縦方向の4姿勢と表裏合わせて6姿勢。はい、それに、まあ、奥に高温層がありますけれども、えー、温度の変化、8度、23度、38度という温度変化も見ながらですね、 合計17日間ここで検定作業を行います。ここでますか、はい、はい。実際はここに箱がこういうふうに積まれてると思いますけども、あの箱の向きがですね、平積みだったり横積みだったり、まあこう向いてたりということで、まあ時計の,の姿勢をですね、1日ごとに変えてですね、それで合計17日間検査するということになります。その17日間の合計の平均日差が マイナス3秒からプラス5秒のレンジに入ったものだけグランド成功として製品になると、はい。で、面白いなと思ったのが、ええ、普通の時計ってまあ、クロノメーターがいい例ですけれども、はい、ご姿勢で測るじゃないですか。はいはい、この時計の時、はいまあ。あえてグランド成功6にして、はい、まあ、あの、そこは日本人的な感性かもしれませんけども、はい、時計は12時1にしないかっていうと、例えば日本人なんかよくこういうふうに置いた,、はい、置いた時は、あの、上になりますし、まあ、女性が えー、バックをこう,こういうふうに持った時っていうのは、あの、内側にしたりしてると12時1ということになりますので、うん、えグランドコーはあえて、クロノメーター検定より厳しいその12時1を加えたということになります。先ほど、あの、検定を合格したものがですね、ようやくここで、えー、外装付けと我々呼んでますけども、はい、奥から文字板をセットして、次にその上に針をセットして、 最後、この手前の二人が、まあ、側を入れといって、ケースの中に入れるという作業を行っています。はいはい、えまあ、ご存知のように、時計はあのゴミ競馬をとても嫌うんで、はい、え今、彼らは顕微鏡を覗きながら、一生懸命そのゴミ競馬ということを覗く作業をしながら、最終的にえ時計として、蓋をして完成させると,とでうん、うん。で、グラウンド線功の時計って、そのケーシング、はいはい、要はそのムーブメント、 があっってて、はい、針と文字盤くっつけてケースに入れる、はいはい、あそこの工程がそのすごく精密というか、はい、すごくきれいにできてるんですけど何か秘訣ってのはあるんですかね秘訣ですか、うん、あの基本的には、まあ、あの部品自身がですねまずあの時計を美しく見せるための工夫をしてる、うんうん、まあ針長い針を使ったり、うんまあ、それはもともとグラン成ンが持っているその見やすさということを追求してるっていうことですね。うん 先ほどご説明した作業でですね一つ一つ丁寧に、うん、きちっと傷なく怒りなくっていうようなところを心がけてるんでそういったところが刺入性ということにつながってるんだというふうに考えています、ね、まあ本当ケーシングきれいですよね、はい、だから時計全体としてすごくきれいに見えるってやっぱきっちっと部品を組み込んであればこそですよね、はいはい、あとはまあ針とかそのインデックスにもきちっとダイヤカットという,うあのカットを施してですね 光を拾うという工夫がされていますので、それによっても視認性を高めているという効果ですね。続いてあの、こちらがあの防水検査の工程になります。でちょっと今、並んでないんですけども、最初にあの奥のこうシリンダーが並んでいるもので、エアリークテストということで、まあ、5気圧の気圧をかけてですね、空気漏れがない、うん、あるかないかということをまず検査します。 空気漏れがあればもうその時点で水も入っちゃいますので、うん、それは、まあ、もう一回工程に戻して修理をします、はい、OK のものだけですね改めてこの左にある、えー、奥の機械でですね、えー、と防水実際に水にくぐらせて最後にこれがホットプレートになっていますけども、えー、そ水から上げたあの時計をですね一つ一つ並べるんですね でこれも、えー、一定時間置いて、その後、えー、スポイトでですね、えー、水をこう一滴、えー、ガラスの表面にこうポチッと垂らしてあげる。うん、そうすると、中にもし水が入っているとですね、気圧の変化で一気に水蒸気が生てくる。ということで、はいはい、我々凝縮検査って呼んでますけども、これで、えー、グランドセイコーの防水検査を行っています。 ここが、あの、いよいよ最後の工程のバンド付けになります。はい、こちらで、傷でも付けたら大変なので、まあ、緊張の一瞬なんですけども、え彼女が今、あの、バンドを付けて、で、その後、あの、最初、最後の検査をして、え奥の、あの、小細箱に入れて、出荷という運びになります。はい このグランドセイコーのバンドつけて,て、はい、まあなんかね、伝説の人たちがいるって言われていて、彼女らがまさにその人たち、はいねはい、今あの、メタルのバンドつけてますけども、実はあのグランドセイコーの勘っていって、ここの、えー、バンドをつける間のところですけども、ここが、とバンドの隙間がとっても狭いもんですから、はい、通常の時計よりはガタが少ないということで、かなりちょっと難易度の取り付けになります。だから傷をつけないように、丁寧に、はいはい、しかも素早くやって、はいく。はい 今まで横から作業すると,ところをご覧いただきましたけれどもここでその酵母全体を俯瞰してご覧いただけるところになります、うんうん、先ほど冒頭のエントランスでもご説明しましたようにこの中自身は張りがない構造になってますのでここクリーンルームですのでその横の張りがないっていうことでえ埃の溜まりも防ぐということで埃のたまりも 熊さんの建築の中でも工夫がされているということになります。でもまあ以前と比べて非常に広くなって、はい、どうせもスッキリし,した、ね、そうですね。はい。まあそういう意味であの作業効率は少し上がっているというふうに思っています。こちらがですね、あの正面に岩手山を望んで、でこの広い空間でゆっくり。 おおくくつろぎいいただくというラウンジになっております、まあ,あの頂上までね本当は見えればいいんですけどもなかなかちょっとこの季節、うん、あの雲がかかることが多くてですねまあ今日も朝から曇ってたんだけど、はい、ちょうど出てきてくれてよかったですねこちらが我々盛岡聖光工業のですね、まあ、敷地の全体の模型になります、はい 新しい建屋はこの茶色い屋根のところになりますね。はい、まさにあの、ね、グランド成功の雫石のスタジオですね。はい、そうです。はい、あの古いちょっと建屋の方に、えー、現在あの、ソーラーパネルの設置を行っています。まあ、年内には稼働させてですね、えー、この新しいグランド成功スタジオ雫石の全体の電力を賄えるぐらいの発電が予想されています。まあ、こちらがもう熊賢吾さんの設計通りの まあ模型になります。木をふんだんに使った完全な木造建築になって、ねはいます、えーはい。まあこれだけの量のあの木材がここで使われているということですね。こちらがですねあのショップになっておりまして、はい、えー、ここの限定モデルになります。うん、ダイヤルの色がまあここの周りのえー、緑だったり、うん、まあ岩手山の山肌を表現しているということで、はい、深緑のダイヤル。それにですねこの建屋を象徴するように。 こう縦にですね柱をイメージするような想定のグラデーションが施されたでなおかつですね裏,裏の回転水のところにですね雫石リミテッドという刻印がされているまさにここでしか買えないここでしか買えないでもまあグランド成功いろんなところで見てきたけど、まあ、できた場所で直接ほやほやのものが見られるっていうのはちょっとこれはねちょっと新鮮な感動がありますねしかもなんか 目の前を見るとこう岩手山があるっていう,こう最高のロケーションででも実際に下で作られたものを見て完成品が直接触れるっていう機会はちょっと他にはないかなっていう気がしますねこれは伊藤さんあのお久しぶりでございますたけどどうご無沙汰しております,しますあの今年グランド成功の「QSA5」っていうものすごいキャリバーが出たじゃないですか、はい。 であれってまあその現行の自動巻きとして最高峰だけれども、うん、作りも大変だし組み立てと調整すごい大変だと思うんですねうん多分そのいわゆる量産機っていうレベルをはるかに超えてあ、はいはい、非常に凝ったことをやってると、うん、で実際その組み立て調整で携わる伊藤さんの、まあ、お立場からしてまあその難しさと面白さって何だと思います,そうです意外とあの実は隣 関係組み立ては意外とあの,あの簡単じゃないんですけど、うん、思ってたよりもあのあの順調でもう少し苦労するかなと思ったんだけど今のところは問題もなく、えー、組み立てもできているようですしあと問題はやっぱりあのひげのところですねひげ、うん、ゼンマイですね。 えー、形状がこれまで、えっと、うちの会社としては初めての巻き上げひげでフリースプラングで、はい、そこの調整はちょっとやっぱり黒のところは苦労しているところはありますね、まあ、かつ面白いポイントですそうなんですよ <laughs> 結局そこは、えーまあ、伊藤さんの時計師ずっとされてきましたけれども、はい、その中で、まあ、グランド成功メカニカルのグランド成功を組み立てる、うん、あるいは調整する時計師っていうのは、まあ、大変な名誉を だと思うんですけれども徳永氏のキャリアとしてそのグランド成功の,その組み立て調整に携われるところの,その面白さみたいなものって何だと思いますやっていうのは、まあ、私の憧れっていうのもまあもちろんありますし、うんえー、キンググランドって生ている中で,、うん、で今ま,あまさにグランド成功の,あの最先端のものになって、はい、あの受け継いでたわけなんですけども。うん グランドセイコーの場合はやっぱりあの会社のメーカーとしての最先端最高峰の技術をもう取り入れる、うん、でそれを一発目というか初めて触らせてもらえるっていうそういうワクワク感というのはすごく、うん、あ,のあります。であともう一つ聞きたかったのはもちろんそのセイコーさんはメカニカルの時計いっぱい作ってますよね。はい、でグランドセイコーのその調整と普通の メカの調整ですけれども、うん、もちろんその基準が違うっていうのはありますけど何に気2つありまして、うん、えと,とりあえず私がずっと言い続けてるのはお客様があの使った時に、うん、え非常につあの精度を気にするぐらいの精度の狂いがないっていいますか精度の良さっていうのは、うんえー、お客様が使うっていうのは大体9時6時 あとはえですよ、ね、えー、そこでもあの制度 g s 検定の中でも入っちゃえば別にいいっていうんじゃなくて、うん、できるだけそこが使いやすいような制度にしたいそういうのを、えー、なるべく目指しております。っていうのとお客様が初めて機械式にした時に、うん、あグランド成功ってよくいいって聞くっていうので、うんえー、機械式買ったんだけども なんだって思われるのがすごく、うん、<laughs> あの残念なのでできるだけそれが、まあ、あのグラウンド成功企画っていうのもそこに、はいえー、よくあの対応してるっていいますか、うん、あ機械式っていう噂に聞いてるけど結構全然制度的に合わせ、うん、何回も合わせなくてもいいんだよなっていうようなものを、うんまあ、作りたいなっていうのはあります。で今 グランドセイコーって、まあ、いろんな人が使うようになって、はい、まあ、いよいよ街でたら、多分つけてる人。最近多いです、ね。ですよね。はい、街で、たら電車乗ったら釣、つり革ですね。つり革で、まあ、私が始めた頃は、あんまりつり革で、あの。グランドセイコーをつけてる方、おっていうぐらいだったんですけど、最近は結構。ああ、ああ、あの方も、あの方も。で、まあ、そういう、まあ、自分がその手がけたものが、まあ、人がつけてるのが、実際にこの見てわかるって、どんな気持ちですか、これって。 率直に嬉しいですね、うんえー、自慢してる方がいてこう <laughs> こう聞いーてああ <laughs> っていうような感じが、まあ、時計指標につきますそうですねでそのまあ今いろんな方がグランドセイコーコを使うようになって、はいまあ、伊藤さんが組み立て調整やってらっしゃいますけれども、はい、まあそういう方ユーザーの皆さんに対してですねこれはなんか言っておきたいとかって何かありますかオーバーホーバホルをししててていいいただく使っほ っていうところですかねまあす、まあ、グランド成功確かにね、はい、部品固く作ってるしちゃんと組み立ててるから、はい、オーバーホールすればほんと全、ねはい、イも丈夫ですしだそういう点では高級時計らしい感じになってますよね,よねあの何回もオーバーホールしてもあの全く問題なく使えると思っておりますので、うんでぜひあの長く使っていただきたいとい、うん、でそれだけのものをちゃんと作ってらっしゃるいうことですもんね でも伊藤さんあ、ありがとうございました。今日は。ありがとうございました。じゃ、あ大槻さん、今日はよろしくお願いします。ますで、まあ、グランド成功って、確かにそのムーブメントがすごいとか、いろいろあるんですけど。個人的に、すごく、あの感銘を受けた点が、その外装の組み込みがすごく綺麗なんですよね。で、針の立て付けがいいとか、ケースがちゃんと入ってるとかって。で、大槻さん、今、その中で、針。はやってらっしゃるじゃないですか。はい 超難しいと思うんですけれども何が大変ですりそうでするんですけど、はい、やっぱりそれを傷つけずに、うん、あのピンセットで持って取り付けるが、うん、やっぱり傷をつけないようにするっていうのが一番難しいです、ね、普通にだからあれですよねあのいくね他のメーカーの時計見ても針に傷がついてるやつとかありますもんね。いです<多分> <laughs> 完璧にないですよね。そうですね。そこだけはこだわりを持ってやってます。あともう一つ今日聞きたいんですけれども、その針って真ん中の部分で取り付けるけれど、こうたわんだりとかするじゃないですか。はい、グラドセーコの場合ってすごく文字盤と平行にドンピシャについてるんですけど、あれはなんか秘訣とかあるんですか。秘訣ですか。うん、まあ、取り付けた時はちょっとまあ、斜めになったりいですけど、うん、自分で調整。 して一つ一つますみなりこの高さを調整して高さを調整してやってますグランド成功のまあ貼り付けってまあ時計の顔中の顔じゃないですか、はい、それでやってるじゃないですか、はい、これその実際そういう風うにやって作った時計をまあ待ち出たら多くの人がつけてたりとかするじゃないですかそれを見たらどういう気持ちになります私が貼り付けした時計で <laughs> やっぱりすごく嬉しいですねはい嬉しいです 初私自分がつけたあの貼り付けをした時計を大事そうにつけてなんか使用してくれているのを見た時は、うん、本当にやっててよかったなと思いましたしあの本当に傷とか汚れとか品質、うん、外観の品質にかなりこだわりを持ってやっているのでこだわってやってよかったなっていう。 まあそうですよ、ね、今なんかね <laughs> グランドセイコーってねかなりインスタ映えする時計って扱いになってたんです,、ね、ですよ、ね。針とかインデックスをピカピカに磨いてるからインスタ映えするってところで世界中のコレクターたちがこう針とかのドアップを写して傷がねえぞみたいなことやってるそれは緊張しますね <laughs> でそれをやってらっしゃるわけですよねあともう一つ聞きたいのはですね、はい、今後まあ何をやりたいですか仕事の希望として 今は外装ですけど、と、うん、ムーブメントもただ触ってみたいなと思います。一通り外装マスターして、次もムーブメント。ムーブメントもやりたいです。あともう一つですね。最後にグランド成功をまあ持ってる人へのメッセージみたいなものって何かありますか。まあ要はそのね、自分がつけた貼り付けした外装仕上げた時計をみんな大事に使ってるわけじゃないですか。そういうお客さんまあ、はい、そのカスタマーの皆さんに対して何か言うこととかあります。はい。あの。 かなりこだわりを持って、うん、その一つ一つ時計を作っているので、やっぱり長く大切に使っていただきたいなと思います。うんうん、はい。<laughs> は今日はありがとうございました。<laughs> あ,ありがとうございました。グランドセイコー60周年を迎えた2020年、素晴らしい自動巻きをグランドセイコーを発表しました。QS-A5 です。でプラスしてですね グランドセイこれはおそらくはコンスタントフォースという機能がついたトゥールビヨンの中では最も驚くべきものですどれぐらいすごいかというと普通のグランドセイコーよりもはるかに精度が高いあくまでコンセプトモデルですけれどもこのモデルが示すのはグランドセイコーの未来でこの作られたモデルがここの雫石のスタジオにあるんですね